皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、先ほどは干支から三号の話をさせていただきましたけれども、今日は干支の干の方ですね。それで、実際ですね、干号という、三号とよく似た作用のある、とてもいい組み合わせといいますか、この干が、双方の火柱の干になって、例えば木の絵と土の絵、お互いの火柱がこういったものを持ってた場合には、非常に干合なので相性がよろしいですね、というような作用が起きます。そして実は、五行の時でお話ししましたように、木と土というのは相克といって、克すのでよくないとされているんですけれども、この陽の木と陰の土が合わさりますと土に変容するんですね。そしてこの場合は相克でありながら、こうぴったりと寄り添ってくっつくというような作用があります。それを干合と呼びます。その干合の 1,2,3,4,5 パターンありますが、例えば木の戸と鹿の絵ですね、草花の木、木の陰の木の戸と鉄を荒らす鹿の絵が、ここもぴったりと寄り添う、くっつくという意味がありますが、ここが、合わさりますと金になります。変容します。そして日の絵のと可能とですね、日と金なんですけれども、日の陽と金の陰がぴったりくっつくことによって水となります。はい。そして日の絵と水の絵ですね、これもまたしっかりと合して木に変容します。そして土の絵、陽の土と水の戸、水の陰が合いますと火となります。火と変わります。これはこのように変容するというふうに、まずは覚えておきましょう。はい。これも非常に、行運でも見ますし、から相性ですね、相性でも干合があると、夫婦や恋人や一旦巡り合うと離れることがないとされています。はい。これも四柱を出して面識を読むときにですね、とっても重要な干合という作用です。はい。今日は以上です。